はい、どうも、コナログアウトドアです。今回はですね、本当はクロスカブでちょっとキャンプに行こうかなと思ってたんですけど、天気がかなり悪い予報だったんで、ちょっとジムニーで山の方に行って遊んでみたいと思います。今ちょっと川沿い走ってるんですけど、ご覧のように、かなり濁ってますね。昨日大雨降ってたみたいなんで、結構山手の方は影響ありそうですね。途中のダム湖なんですけども、ちょっとこんな感じで思いっきり濁ってますね。はい、熊野古道の滝尻王子っていうところまで来たんですけども、これは結構やっぱり天気予報通り、南の方は雨が降ってますね、まだ。で、この川の流れもかなり激しいです。だいぶ奥まで入ってきたんですけど、結構道も荒れてますし、この横の川の水量がすごいですわ、これは。はい、やっと目的の林道入り口まで到着しました。こちらの林道なんですけども、途中で報道のため通行止めということになってます。そこに行くまでの間に何本か支線の林道なんかあるんで、ちょっとその辺を散策しながら、泊まれる場所とかを探してみたいと思います。ぼちぼちと林道を進んでるんですけど、結構その山側から水が流れ出てきて、路面に溢れてたりする場所があったりして、結構地盤が緩んでるかなっていう感じですね。結構ここの林道は大雨のたびに土砂崩れとかで通行止めになったりすることも多いんで、この奥に入っている間にどこか土砂崩れが起きたりすると、この先もね、行き止まりなんで、閉じ込められてしまうことになります。まあちょっとね、なんとか地盤が持ってくれることを願います。ああ、ここもね、こんな感じで、この山側からすごいやっぱり水が流れ出てきてますね。どうしようかな。ここ山から滝になってますね。うわー、大丈夫かな、これは。怖怖怖怖。うわ、これは危ないかな。ちょっと当てにしてた野営地まで到着しました。ハイキングコースがあるんですけど、その、近くの広場ですね。このマウンテンバイクと、で、車中泊のセット持ってきてたんですけど、いやー、どうしようかな。こちらの林道、
この奥ずっと行きたかったんですけど、かなり荒れてますね。ちょっと車両通行止めになってますわ。水もこんな感じですね。普段はすごい水が綺麗でね、いいところなんですけど、今日はもう泥水が流れてますね。これはでもすごいあれやな、水が流れ出てく水の量が、ここもね、いつもはすごく綺麗なんですけどね、いやー仕方ないな。これはちょっと周辺歩いてきたんですけど、やっぱりちょっと路面の状態が良くなかったり、山の方から水がかなり流れ出てきてて、土砂崩れとかそういう心配もあるんで、まあ、せっかくここまで来たんですけど、今日はまあちょっと無理せず、キャンプは断念したいと思います。またね、これいつか同じ場所に来てちょっとマウンテンバイクで遊んでみたいなと思ってますんで、今日のところはまあ温泉でも入って帰りましょうかね。はい、カーサイドタープ完成しました。ちょっとこれ簡易的な感じなんで、上はこれ豊かのグリーンシートですね。多分500円もしないぐらいのやつで、でこの吸盤で車に貼り付けるタイプのフックで車側を固定して、片方がこちらのこのポールでロープ張ってます。そしたらね、結構簡単にカーサイドタープできるんで、せっかくこのタープ展開したんで、ちょっとコーヒーを飲んでみようかなと思います。行ってたらまたね、ちょっと天気が悪くなってきたんですけど、コーヒーが入りました。熱々ですね。ちょっとみかんもいただきたいと思います。またちょっと曇ってきましたね。こういう感じでちょっとくつろいでるともう帰るのめんどくさくなってきたんですけど、タープこれ今回初めてなんですけど、
と思いのほかいい感じに使えてますね。一度このグリーンシートで試してみて、程よいサイズのものを買おうかなとも考えてたんですけど、まあ、あまりねこういう形でキャンプすることはないんで、まあ、このグリーンシートでも十分なんかなとちょっと思いますね。カラーもこの OD カラーがあるんで、見た目にもね、いかにもブルーシートっていう感じもないですし、まあ、値段的にもまあ安いんで、まあ、気兼ねなく雑に使えるかなと思います。結構いいですこれ。はい、また曇ってきてちょっと雨がパラついてます。カーサイドタープはやっぱり撤収も早いですね。はい、まあ土砂崩れが起きないうちにぼちぼち帰っていきたいと思います。いやちょっと遊びたかったな自転車で。山側からもうすごい水が溢れ出てきてるんで、もうこれもうほとんど滝みたいになってますよね。やっぱりこういうとこはもうかなりね崩れやすいと思うんで、もうこれ今日は仕方ないと思います。山を降りてきて、近くの温泉までやってきました。乙女の湯、ちょっとここで疲れを癒して帰りたいと思います。はい、乙女の湯、いいお湯でした。さっぱりしたんですけど、行きは下道で結構3時間ぐらいかけてきたんですけど、もう帰りはね高速でサクッと帰りたいと思います。今回はちょっと山のコンディションが悪かったんで不完全燃焼に終わりましたが、また、次はね晴れた日にアウトドア楽しみたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。コナログアウトドアでした。